隠していたのはなぜだ。大尉、誰にでも秘密はある。なぜ俺に知らせなかった。ジョン、これで十分に理解したと思えばいい。いや、そんなのは気休めだろう。こっちは出遅れたおかげで3発あったミサイルのうち見つけたのは2発だ。ならば残りの1発を見つける方向で何とかしろ。で、誰がお前の始末を。私にその必要はない。自分の国を守る愛国者だ。自分を守ってるだけだ。私はやるべきことをやるし、そのためには規則や規律で縛られることもない。大義のために最善を尽くしている。気でも狂ったのか、将軍。お前こそ戦いの目的を忘れたか。善を行うには悪事も避けられない。失態は隠蔽される。それが摂理だ。ああ、味方の死も隠蔽する気か。今は正義を解くのをやめて本当の敵に目を向けろ。シャドウを撤退させるんだ。グレイブスか。ああ奴は骨を加えた犬だ。無理やり取り上げようとするのは感心しないな。撤退しないならこっちにも考えがある。どうする気だ。グレイブスを片付けてお前も消す。よく聞け、バケロス。集まるんだ。いいか、お前らの司令部を取り戻し捕虜を救出する。そしてグレイブスを殺す。いつ。今だ。これは身内との戦いだ。もうワン・フォー・ワンやロス・バケロスじゃない。俺たちはゴーストチームだ。久しぶりだ、サイモン。やる気があるならマスクを取れ、嫌なら降りろ。俺の部隊はシャドウよりも施設に精通している。だからこっちが有利だ。気をつけろよ。脱獄以来奴らは限界態勢を取ってる。2つのゴーストチームで基地に潜入する。チーム1はプライス対ギャズ、俺パイロット。チーム2はゴースト、ソープ、ルディにロス・バケロスたちだ。チーム1はトンネルで駐機場に行きヘリをダッシュしろ。大尉を乗せて飛ぶんだ。プライス隊がゲートを攻撃するまでチーム2は外で待機し、その後はグレイブスを探せ。おそらく奴は司令部で腕利きの部下に守られているだろう。ギャズと俺はバレリアを確保する。ゴーストチーム2はグレイブスを見つけ次第始末し、トンネルに入った。了解、コードは有効だ。分かった。状況は。ゲートから1キロのところにいる。了解、また連絡する。アウト。いいぞ、アレハンドロ。ギャズ、後ろにつけ、行くぞ。兄弟、攻撃用意だ。気をつけろ。ああ。おい、耳を澄ませ。トラップだ。グレイブスのクソったらい。確認しよう。スモークを使う。スクショ、厄介な仕掛けだな。解除しないと。ラジャー、気をつけろ。できた。よし、まだあるはずだ。音をよく聞け。レーザーがパイプにブロックされる。タイミングを合わせてみろ。いい考えだ、大佐。俺の基地にこんなものを仕掛けやがって。グレイブスを見つけたらゆっくりと苦しめてやる。クリアになったら移動だ。ラジャー、ヤズ、頼むぞ。これでし。前方にはもっとあるだろう。さあ移動だ。俺の部下はこのトンネルを使って社会のトレーニングをするんだ。バケロス、訓練を覚えてるか。忘れるはずありません。しごかれましたから。お前はいい兵士だな。これが片付いたら俺の牧場でタコスをごちそうしよう。これでし。前進しろ。
あのドアを左に曲がれ。はい。誰かいる。シャドウだ。何人だ。三人。右のやつを狙え。いい腕だ。ここは迷路だな。俺がいてよかったろ。こっちだ。グレイブスはトラップを仕掛けたが、コードは変えなかった。俺たちが来るとは思ってないんだ。ここには何が。地上階に続いている。爆薬に気をつけろ。聞こえるか。イエス、スモークを抑え。行くぞ。タイムの読み通りです。先に行く。かがんでくぐり抜けろ。コンタクト。さあ行こう。ついてこい。前方の右側だ。射撃は控えろ。基地のど真ん中にいるんだ。タイにヘリを確保し、あんたを乗せてやる。ミアズ、一緒に来い。後に続く。後ろにつく。そばに二人、片付けるぞ。ヘリ付近にシャドウが複数、倒せ。いい腕だ。ブラボーシックス、ヘリを確保した。隊員を乗せて飛べ。無線を維持しろ。イエスさ。お前のパイロットの腕前は。うちのエースだ。グッドラックキャプテン。コードは何だ。627。変えられてないといいが。よし、開いたぞ。 OK、続け。ゴースト確認、ワンワン中に入った。了解。やつを捕まえましょう。ゴースト確認へ。こちらは無事離陸した。了解。ブラボー6、2はゲートに向かってる。ターゲットをマークするから攻撃を。グレイブスは司令部の中に立てこもってるだろう。中に入ったら分かれるぞ。航空支援が道を開く。シャドウが逃走する中でグレイブスを特定し仕留める。分かったか。注意。ゴースト各位、突入の準備をしろ。ソープ、ヘリにいるプライス隊にターゲットを示してくれ。ラジャー、いつでもいい。攻撃を要請する。座標をマークした。了解。ターゲットを捕捉する。6。了解。司令部でグレイブスを探せ。アレハンドロ、混乱に乗じてバレリアのところに行け。続け。ゴーゴー。グレイブスが司令部にいるなら見つけ出さないと。先を急ぐ。ストップ。基準攻撃を要請する。ターゲットをマークした。確認した。攻撃。
司令部に行ける。グレイブスはそこにいるはずだ。マークした。もとくした。到着。ターゲットをマークした。攻撃に移れ。ターゲットを捕捉。攻撃開始。ルディ、何か手は。吹き飛ばし。ナイス。内部の脅威は全て排除しろ。グレイブスを見つけたら殺せ。なあルディ、基地のことは残念だ。そうだな兄弟、やれ。3、2、1、爆破。よし、開いたぞ。オーケー、続け。ゴースト各位、ワンは中に入った。了解。やつを捕まえましょう。シャドウが山ほどいるはずだ。静かに行くぞ。了解。後に続く。様子を確認してきます。シャドウはヘリを警戒してる。その隙に移動できるな。ああ、奴らはバレリアをハンガー3に隠してる。見つからずに行くぞ。ハンガー3、了解。からのことを企んでいた兆候はあったか。油断するなよ。近くに2人いる。トヨタの救援軍には口を見せないが、残念ながらあいつのことは信用しちまった。悪人でもいいことをする。逆もまだしかりだ。本当にな。グリンゴってどういう意味なんだ。米国戦争でアメリカ人がグリーンの制服を着ていたことに由来してる。いつの話だ。1847年、メキシコ人は奴らにグリーンゴーホームと言っていた。
だからグリンゴさ。へえ、知らなかった。そちらの位置に近づいてる。どうやらヘリの攻撃が効いてるようだな。シャドウにとっては役目だ。そのようだな。見えたぞ。バレリアを見つけ出すぞ。気をつけろ。外のドアが開いてる。そう遠くはない。ハンガーはこっちだ。離れるな。コードは6人だな。バレリアのコンテナには護衛がついてるだろう。静かに言うぞ。チーム2が着いたようだ。奥にあるコンテナだ。シャドウが大勢いる。当たりだ。ソープたちがグレイブスを捕まえるまでこの場を確保するんだ。ギャズからブラボー6へ捕虜を確保。ラジャー、気を抜くなよ。グレイブスを追う。ロドルフはドアのコード。いや、もう少し強力なものを持ってる。ロックされてる。ルディ、何か手は。ひとまし。ナイス。内部の脅威は全て排除しろ。グレイブスを見つけたら殺せ。なあルディ、基地のことは残念だ。そうだな兄弟、セットしろ。3、2、1、爆破。コンタクト2階だ。やつは逃走した。おい、ゴーゴーゴー。あと何発制御室に向かい、裏に出口がある。グレイブスはそこから逃げたんだろう。急げ、奴を見つけるぞ。全部隊へ通じる。グレイブスが壁を越えた。 RPG ゴー。センサー食らいつ落ちてる。墜落するぞ。なんてこった。隊、グレイブスのクソ野郎、奴を止めるぞ。ロドルフォ、向こう側には何がある。任せろ。乗れ。あのクソ野郎に引導を渡すぞ。手を取れ。ゴースト来ないのか。ああ、プライスたちを助けに行く。お前たちで蹴りをつけろ。見ろ。味方じゃない。ちくしょう、グレイブスが戦車を出してきた。もちろん。カリウドが駆られるようなものだ。皮肉だと思わないか。早くあいつに一泡吹かせてやりたい。戦車に乗ってるグレイブスを倒すにはもっと強力な武器が必要だ。ここは訓練場だ。何でもあるから探せ。ソープ、C4 があれば戦車に使えるはずだ。マクタビッシュ、お前とその仲間のメキシコ人は間違った相手に手を出した。出てきて話し合おうぜ。話し合いで解決するとでも。戦争ごっこをしたいなら付き合ってやってもいいがな。最後に死ぬのはお前たちの中の一人だ。誰になるだろうな。くたばれグレイブス。ソープは敬意に対して一切ひるまないよな。お前のそういうところが好きだ。お前はシェパードの飼い犬だ。規定を破って報酬を得ている。
ルールは二つしかない。立ち去るか勝つかだ。俺がどっちを選ぶか。ああ、チャンスがあるうちに引き上げればよかったものを。マイトマス野郎は制服で本音を覆い隠している。ブレイブスの気を引いたが、その調子だ。お前も袖を通した服だ。その制服は足方だった。だから脱ぎ捨てた。蛇のようにと。お前は自分だけの小さな軍隊を作るのが関の山だった。本物の軍隊には耐えられなかったからだ。そう、シフォーブレイブスの戦車に使え。お前がそんなことを言うのは滑稽だが、俺も最初の修羅場を覚えている。お前は今地獄への近道を歩んでいるんだ。引き上げろと言ったのに引き入れなかった。救いようがないな、ジョニー。名誉なんてクソくらいだ。一週間もすれば俺はお前を倒したことなんか忘れてテキーラを楽しんでるだろう。ロドルフについても同じだ。ロドルフ、ワン・フォー・ワンが仲間だと思うなよ。向こうはお前らを嫌ってる。お前がやり遂げた時、連中はロス・バケロスを悪人として始末するだろう。その辺をよく考えてみろ。グーソー、周りを見ろ。シフォーがあるはずだ。探せ。ソープ、お前のおかげだ。戦車に銃で対抗するとは。ああ、勝ったぞ。ソープからゴーストへ。ルディと一緒だ。グレイブスは死んだ。プライス隊は怒ってる。葉巻をなくしたってな。パイロットも無事だ。アウト。アレハンドロ、基地を確保した。グレイブスは死んだ。そっちに行く。